並列回路、まあ、ちょっと並列回路をこう書きますと、ここまあ R1 R2 全抵抗、全抵抗を R とすると、これは R 分の1は R1 分の1プラス R2 分の1、まあ逆数のの逆数だったので、まあ大小はどうなるかっていうと、実はですね、ここの R は R1 よりも小さいで、 R は R2 よりも小さいと、まあ逆数を取る、小さくなる。要するに並列、あの電流、並列になると電流が流れやすくなるので、電流が流れやすくなるということは電圧、あ、抵抗は小さくなっているので、合成抵抗が小さくなるというふうな理由があるんですね。